カナイ東浦遺跡出土校を来た、古墳人群馬県立歴史博物館展示金、伊藤浦遺跡春菜さん春菜山と遺跡の位置金、伊藤浦遺跡と上信自動車道、カナイ東浦遺跡は、群馬県渋川市カナイに所在する遺跡。カナイ遺跡群の一つ。2012年から始まった、発掘調査で、春菜さんの火砕流に埋没した、校をた。 古墳人が出土するなど多くの重要な発見、成果が得られ、金内市も神殿遺跡と並んで注目された。渋川市金内の金内遺跡群は、春名山北東山6に広がる、戦場地上に立地する。古墳時代当時の群馬県域は、浅間山や春名山の大規模な噴火にたびたび見舞われており、当地域には6世紀初頭の噴火による、春名山に伝け渋川火山灰と、 6世紀中頃の噴火による、春菜山日武伊香保カルイシという大量の火山噴出物が降下し、分厚い堆積層が形成された。春菜山日武の6世紀初頭の噴火では、火砕流を含む、計15回にわたる HRFA テフラの降下、堆積が確認されているが、日武の北東8 5トルに位置する、カナイ遺跡群の古墳時代集落は、 最初の噴火と後輩の後に発生した火砕流の直撃を受け、芝叩く間にテフラに埋没したと考えられている。この火砕流で被災した他の同時代遺跡として、著名なものに渋川市、中筋遺跡が知られる。また、6世紀中頃の HR、FB テフラにより被災した遺跡としては、同市黒一方遺跡が知られる。 渋川市内では、関越自動車道渋川伊カポインターチェンジから、長野県の上信越自動車道までを連絡する、地域高規格道路、国道353号金井バイパスの建設が行われており、道路敷設予定地域に存在する埋蔵文化財、放蔵地について、公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査、事業団による発掘調査が行われていた。 この内加内東浦井石域内を通過する道路建設部分では道に沿った細長い調査区が設定され内部を13区に細分して2012年9月から発掘調査が開始された。加内東浦井石では表土の下に HRFA 層と HRFP 層が合わせて2メートル以上堆積しておりその下に古墳時代の集落の遺構が広がっていた。 この中で注目されたのは、第4区の31号港と命名された HRFA 映像が内部に堆積した溝状遺構の中に倒れていた、校を着た古墳人の発見である。2012年11月19日に発見された。古墳時代の遺跡から、小座猫をまとった状態での人骨の湿度は、全国初の事例であった。校を着た古墳人の傍らでは、 この人物が所持していた、トース、砥石や昇格付け株と、別の甲、鉄属、鉄鉾が見つかった。また、首飾りをつけた、女性人骨一体、幼児骨一体、乳児頭骨一も見つかり、複数の人的被害が出ていたことが裏付けられている。また、道区内では、大量の弾き、末期、玉類が集積された、採取遺構や、縦穴住居、 当時の足跡の残る道などが検出された。こう起きた古墳人の所持していた矛や鉄属には、数の星の装具が残っていた。数の星の装具を伴う矛の出土例は、熊本県浮城市の国越古,古墳出土例、福岡県行橋市の東道21号墳、出土例があり、鉄属では、大阪府羽曳野市の峰が、塚古墳出土例があるが、極めて少ない上 当時古墳人が一度に装備していた矢のすべてに、数の層が付けられていた事例は、本遺跡が初であった。また、古墳人の近くから発見された二号孔には、数の製の小座根が使用されていた。骨を使用した孔は、大韓民国の夢村土壌でいる異例があるが、日本国内の、また六角を利用した小座根鎧は、初の発見例となった。四区北隣の九区からは、 火災流に押し潰された平地建物のほか、縦穴住居、畑、バング、ベンガラを丸めた赤玉、同時代中期後半に築造された円墳2期などが発見された。火山災害で被災した古墳時代集落が当時の状況を克明に留めた状態で発見されただけでなく、こう起きた古墳人を筆頭にこれまでに類例のない発見が相次いだ。また、 遠い遺跡から南に400メートル離れた、金井下神殿遺跡では、カジロを伴う大型建物や、建物の周囲を囲うアジロガキと柱からなる、過去城跡遺構が発見され、金井東浦遺跡に匹敵する成果が上がっている。このことから、金井遺跡群は、古墳時代社会や、集落の実態を研究、復元する上で重要な成果が得られた遺跡と、評価されている。 ありがとうございます。